どうもビアンです。そしてこんにちは、ジュンです。はい、プラレールタイムのジュンさんとレイアウトを組み立てたので、2人でレイアウトの方を紹介していきたいと思いますけども、今回組み立てた場所はどこでしょうか。はい、神戸の六甲山サイレンスリゾートというところでございます。はい、サイレンスリゾートといえばやっぱジュンさんのねイベントですよね。はい、今回3回目になるんですけども、1回目はね、真冬の1年前ですね、はい、に、カフェテリアの方と階段ルームの方に組み立てたんですよ ね、 そうですね、階段ホールというかね、そうですね、ホールに組み立てたで、夏に、バーベキューハウスというかグリルの方に組み立てて、ね、はい、3回目は、ギャラリーの方で、かなり広いスペースをいただいて組み立てさせていただいたので、本当2人で気合い入れて組み立てました。そうですね、なかなかな大きさですよ。ですよね、多分、はい、2人で組み立てたので多分過去最高に大きいんじゃないかなと思うんですけどね。わらべ感もいい勝負かな。でも結構規模感でいけば、ボリューム感でいけば結構大きいよね、はい、今回ね。で、ここに机がロの字になってまして、もうね、ベアンこの字この字って言っちゃうんですけど、まあ、ロの字ですね。ロの字ですね。取り囲んでますからね、はい。取り囲んだ感じでレイアウトを組み立ててます。こんな感じで。で、向こうがメインのね、ひな壇の並びと、プラロロ大鉄橋の何連だ？なぜこっち来てそれを言うの？そんな感じですよね、はい。で、こちらの方がちょっと谷みたいな感じで、ちょっと高低差をつけております。で、大きな鉄橋のダブルクロスがここと、ダブルクロスじゃないね、ただのクロスだね、鉄橋クロスとここに2箇所組み立てております。でね、最初はね、周回コースだったんですけど、ね、周回コースでやってくるとどうしてもね、乗客がちょっと使いすぎるんじゃないかということで、提案が途中から提案したんですけど、折り返してこっちからっていう風にやってみたんですけども、まあこれはこれで良かったかなと思うんですけど、いかがでしょうか。取り合いがついて、はい、でかなりね、どの字で壁になると、まあちょっと単調なので、はい、いいんじゃないでしょうか。だと思います。僕今回この立体感は好きです。はい。で、こちらの方行きましょうか。で、今回ちょっと初めてやったと思うんですけど、このね、あ、銀河が光ってます。この大鉄橋のいつもクロスはやってたんですけど、今回ダブルクロスというか段差のあるクロスなんですよね。これ良くないですか。はい、これよく見つけたなと思いました。ペアン、本当あれね、干渉しそうでしないのが面白いですね。そうそうそう、しなかったんですよ。でここに鉄橋が通るようになったんで、いやこれ面白いなって思ってたんですよね。で上もちょっと段違いでアーチの鉄橋になってますので、はい、でこのロの字レイアウトこんな感じです。でも過去一番かっこいいよね、ガソンの風が。はい。はい、こんな感じでございます。で、この立体レイアウトが3山、このメインの山と向こうとこちらの方にあるんですけど、それを取り囲むように、こんな感じの素敵なレイアウトがあるんですよ。で、ここちょっとジュンさん紹介してもらっていい？はい。で、ここはね、一応向こうにね、何があるんですか？向こうに個室がありまして、ちょっと電気消えちゃってますけど、はい、今回個室プランがございまして、はい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 、個室でゆっくりお食事も楽しみつつ、はい、専用のプラレールコースがございます、はい。素敵、それ素敵。マスコンで遊んでいただけるようになっております。はいはい、で、そちらの方にも、こっちのね、つなげてって言って、この丸太見えますかね。丸太、丸太。ここ通せますか？どうしましょうか。頑張りましたね、これね。すごいね、こういう風にやったんだ。そうですね。はははは。はい、で、これがぐるーっと行くんですけど、はい、今回のコンセプトは、はい、何でした？六甲山の四季っていうのがね、はいはいはい、したいということなので、なので、まずは、四季ですね。四季ですね。春、夏、秋、冬と。はい。ということで、最初は、春ですね。これ、あ、ちょっと引っかかってます。あっちの方で。あんな感じの部屋になってるんですよ。あんな感じでね。はい。で、これ、春なんですよ。これ、すごいよね。六甲山は。そうなんですよ。スタッフさんがね。スタッフさんが本当に。横でね、いろいろとこう作ってらっしゃいましたけども。素敵なんですよね、本当。で、ここに走らせてる、春レイアウトを走っている車両は、なんと、みずほさくらですね。はい、さくらでかけてますね。はい、桜でかけております。で、もう一つかかってますよね。もう一つ？はい、要は、ね、四季を、地方で
表すみたいな、あそうです、ね、言われてたじゃないですか、はいはい、これ最後の方で言った方が良かったかもしれないですけど、はいはいはい、まあいいんじゃないですかね、はい、まあ、鹿児島中央まで行くというのと桜がかかってるんですよね、あれがね、まあ、南から北までね、はいはい、接触をして列車の種類も変わっていきます。そうですね、おしゃれなこと仕上がるわと思ってました、はい、でこれが本当にすごいよね、本当手作りですよ、すごいよね、この石とかも。でここはこれはまあ桜ドーンですよね、はいはい、でこのね、これがすごいですよね、薪ですよね、確か薪、その木をね、アクリル絵の具でさっき塗ってましたけど、塗ってましたね、はい、これがね、なんかちょっといいよね、ほんと、はい、なんか真似したくなりますよね、そう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 、なんかでも適当にやってもこんな風にならない気がして、だ多分ね、あのスタッフさんのセンスの良さです、これは確実に。で今度が、な、まあ、夏ですね、夏わけですけど、はい、うん、まあ、なんか六甲山の四季とは言いながらも、まだここはなんかミコノス島を建ててましたね、ミコノス、多分ヨーロッパのですよね、はい、そうそうそう、すっごいおしゃれなんですよ、これ壁が白くてね、あの屋根が青いで、なんかその海がエメラルドグリーンみたいなね、はい、そういうところをモチーフにされたそうですよね、はい、イメージ、はい、ね、でこのこうやっぱり島風なんかを、はい、いい車両チョイスでしたね、はい、で、あのね、クリアレールと、青のクリアレールを使って、はい、白と青の橋脚を使って、何をイメージしたんですか、これは。まあ、これは、まあ、ミコノスと青と白もあるんですけど、はいはいはい、まあ、こう海っぽい感じでね。波みたいな感じですよね。すげえおしゃれ、これ。センス光りましたね。はい、光りました。こいつ光らしてるわーって見ながら組み立てて、ま、組み立てるのをそうやって思って見てました。はい、はい、横目で裏、はい、裏やましい、裏めしい。めっちゃ悩んでましたけどね。はい。でこちらはここはね、まあ、夏の続きなんですけど、六甲山サイレンスリゾートの、これ六甲山の建物がね、はいはいはい、ございまして、僕は勝手にサイレンスリゾートゾーンと、はいはいはい、このね、スタッフさんも大絶賛ですね、この丸太にこの大きなトラッキャーを置くので、小物がね、いい、はい、いいですよね、おしゃれ、本当、ね、何気にね、ここのトンネルゾーンの下も丸太が置いてあったりとかね。もうこういうのはセンスの塊ですよね、本当に。ね、でここに一応米安が組み立てた一条もどきのレイアウトになってます。はい、今回の六甲山ですか。そうですね。はい、で今回これね、一条っぽく見えなくしちゃうんですよね。でここにあの S 字のひな壇があったりとか、はい、でここの出っ張り大体一条にはないので、でここに鉄球入れたりとか。で、レスは一条より広いのでね。多分ね、1.5 あるよね、多分ね、うん。っていうのをちょっと組み立ててました。で、次、はい。夏の次は、秋ですね、素敵、ここ。どうですか、これ。ここ素敵。もう、まずね、これがいいよね。まずね。あと、この小物がね。小物がね。で、この、色合いがね、素敵なんですよ、意外と。はい。で、赤と、黄色と、オレンジのクリアを使って、はいはい、色。もう、ほんと、いい色合いですよね。素敵、これ素敵。こだわってみましたね。で車両は、ね、北上してまいりまして、小町、ね、秋田の小町ですね、東北の足を通していただいて、はい、関東を一気に追い越しましたね、うん、ですね、まあ、ね、まあ、いいですよね、はい、はいはい、で今度が冬ゾーン、僕ここの方が好きです。いやもうこれ可愛いですよ、ね、僕ここ好き、これ本当可愛いな、すごく好き、はい、いい色合いしてやがるなと思ってました、はい、あそこにレンガぶっ込むんだっていう、そう、あれはね結構ねギリギリのラインを通してますでした、でした、でした、ここにこんな感じでね、素敵なんですよ、町建物が、ね、教会があったりとか、教会かわいいですね、これで、あの純さん、ここの、ね、向こうから1本通るラインにスピードジェット走らせてるじゃないですか、そうなんですよね、この赤がすごく映えるんですよね、ここの白が、雪ゾーンって今ちょっと待ってるんですけど、なかなか来ないので、行きましょうか、向こうに行ってました、そうですね、今夏ゾーンですね、夏ゾーンですね、はい、ちょっとパスしましょう、ちょっと時間的な感じで、でこちらの方が、この字、あ、この、炉ですね、炉の字から、架橋された、ここほぼほぼ普通の一条です、あ、そうですね、で、はい、その一条の周りに、純さんがこんな感じで、いつものジオラマを、ジオラマを組み立ててきました、ただ今回、なんか初めて使っているストラクチャーありますよね、これ。ね、そう、MQ の建物をね、ちょっと置いてみました。でも意外と相性いいですね。都会っぽい感じにはね、合うかなと思って、ね、スケール全然違いますけど、うん、こういう使い方だったら、ありだよね。あ、まあ、あの本家のね、プラレールビデオとかにも実は出てきますからね、はいはいはい、使ってますからね。そうですね。はい、で、前回ね、作られた、これが。はい、
発酵自動車、ここの方ね、そのここのディーラーさん、発酵自動車さんという会社がされてる席なので、はいはいはい、ちょっとこういう車屋さんを置いてみました。で、走る車両は阪神、いい感じに撮れたね。はい、こ、はい、んな感じで素敵なレイアウトになってます。これ持ち込みレーンなんですか？いや、そうでもない。で、ここにですね、ここのスタッフさんが頑張って作られたレゴの、これレゴの神戸の B 神戸の、そうですかね、まあベイサイドというか、うん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 、感じですね。これなんかどん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 すごくなってくるよね、あの進化してきた。本当すごいわ。で、ここにですね、あの本当最近入手したリサイクルショップで入手したパーフェリーをね、買いたてほやほやをここに登場させていただきました。という感じのレイアウトなんですけど、どうですか、組み立てて見て、あの、うん、全体を見ね、うん、結構充実感ありましたね。ね、はい、2日間、13日から組み立てまして、そこから公開組み立てみたいな感じだったんですよね。そうですね。で、13で14日ちょっとお休みして、15日に一気に完成させたと、はい、なんだかんだ終わるね。終わりましたね。本当、まあ、頑張りました。ありがとうございます。もうね、あの外の発表をもっと伸ばしましょうよ。だから松山さんちょっとね、いやいや、切れてないですよ。そうそうそう、はい、あの、なかったですね。そうです、そうです、はい、切れてはないけどな、あの、ちょっとね、あの、体調がね、あの、気温の変化で、はい、こんな感じあったんで、で、本当ね、あの、プレイルームというか、専用ルームとか、あと、フリースペースもあったりしますよね。そうですね。っていうふうな、いろんな個室で、まあね、実柄、うん、あの個室でゆっくりしたいなっていう方はそういうお部屋も今回はご用意されてますので、本当、はい、期間も長いですので、まあ、ぜひあのこの動画見られてね、あの面白そうだなと思われた方がおられましたら、ぜひあの遊びに来ていただけたらなと思います。本当なかなかね、最近イベントね、これ困るよ、ね、困ると思うよ。1月にさ、こんな素敵なレイアウト組み立てちゃったらさ、はい、後半きついぜ。いいものを作ると本当。で、去年もね、同じこと言ってた。そう1月初っ端からすげえの作っちゃった。すげえの作っちゃったなっていうのを言ってたのでね。はい、で、本当ね、こちらのスタッフさんが撮られる動画とかもかなり素敵な動画があるので、あの、まあ、全面展望を流すときにですね、その方の、まあ、YouTube リンク、まあ、サイレンスリゾートの YouTube なのかな、うん、そうですね。のチャンネルリンク貼っておきますので、そちらの方をご覧いただければなと。ドローンで撮ったりしますね。そうめちゃくちゃすごいですもんね。うん、はい、ぜひご覧いただけたらなと思います。はい、はい、なかなかとありがとう、あの、しゃべりましたけども、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。できればね、いいレイアウトだなと思われた方がご覧になりましたら、高評価の方よろしくお願いします。で、チャンネル概要欄の方に、プラレールタイムのじゅんさんの方の、チャンネルリンクも貼っておきますので、そちらの方もぜひご覧ください。で、チャンネル登録もね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。やっとチャンネル登録者1000人までいったんですよ。いったので、ここからが勝負だと思いますので、はい、頑張りましょう。はい、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。